1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。内折から1コース、2コース、3コース、ほぼこの3人が揃ったスタートから3コースからまくりに行こうという3番の勝野、これを封じて1番の山口が逃げる、2番の桐生は追走がいっぱい、差し届かずの2番手、逃げました。1番山口先頭、スタートは前提正常でした。リードは3手進と抜け出しています。そして2番手、2番の桐生、内から伸びてきました。4番の小倉で2幕の旋回、2番手、ここでは桐生が外を回ってかわす。4番の小倉が3番手、この内から5番の吉田が上がってきました。